皆さんこんにちは、土地夫婦の篠です。今日もね、1週間コーナーでやっていきます。今回はね、秋冬にもってこいのちょっとあったかレシピが入った献立です。ぜひ皆さん作ってみてください。ではスタート。主菜、豚バラとナスのみぞれごまポン酢。副菜、かぶとちくわのゆかりあえ。主菜、焼き鮭ときのこの炊き込みご飯。副菜、鶏そぼろとかぼちゃのお味噌汁。主菜、さつまいもと鶏むねのオイスター炒め。副菜、大根と青ネギのごまナムル。主菜、豚こまチンゲン菜の中華炒め。副菜、長芋とベーコンのマヨグリル。主菜、トマトで簡単チキンビーンズ。副菜、さつまいもとかぼちゃのカレーマヨあえ。はい、続いてネギは小口切りにしていきます。はい、続いてカブです。カブの葉ね、美味しいのでぜひ使ってください。小口切りしておきましょう。皮をむいていきます。で、カブは8等分くし切りにしておきます。そしたら株に塩を振っておきます。葉の方にもね、振っておきましょう。はい、こんな感じです。ちくわは斜めに切っておきます。包丁でね、もちろん切ってもいいんですが、ちょっと先ほど株を置いたまま塩振ってしまったので、今回は急遽ハサミで切ることにしました。どちらでも OK です。はい、はい、続いて豚肉です。豚肉は食べやすいサイズに切っていきます。もしね、切られてるものがあればね、それ使うとすごく簡単に調理に入れると思います。はい、大体も食べやすいサイズ切りました。はい、そしたらそこにね、下味をつけていきます。塩コショウとお酒です。全体的にしっかりお塩して、コショウ、ホワイトペッパーでもブラックペッパーでもどちらでも OK です。はい、そしたらお酒、全体的にたらよく合わせていきましょう。はい、フライパンにごま油、しっかり中火でね、加熱していきます。そしたらナス入れていきます。はい、そしたらですね、ナス一度取り出していきます。改めてフライパンにごま油薄く少量入れて、豚肉入れていきます。はい、このようにね、広げながら炒めていきます。少しずつね、焼き色がついてきました。もう少し行きましょう。赤いところがありますからね。はい、色が変わったところで、ナス戻し入れます。はい、で、ナスはね、もうすでに火が入ってます。なので、さっと全体で炒め合わせるだけでね、大丈夫ですよ。そこ一緒にタイミングで炒め始めてもいいんですが、そうすると、ナスの方にね、火が入りすぎてしまう。逆に、肉の方に火が入りすぎてしまうみたいな感じでね、お互いにこうベストの状態で仕上がるってことができないので、一回出してから合わせました。はい、こちらで炒め終わります。はい、そしたら器に盛り付けていきます。そうですね、かけます、全体ね。はい、そして大根も全体的に乗せていきます。そして先ほどの残りのタレですね、こちらもかけていきます。2回に分けた理由が、下のね、お肉の方、そして上のタレにもついてほしいということで2回に分けました。そして全体的にネギ散らして、はい、完成。はい、そしたらですね、水気取りましょう。結構ね、株水分多い野菜です。なので、結構塩振るとね、汁が出てきます。グッグッと拭いてあげて、まあ、茎の方はあんま出ないんですけど、一応拭いていきましょう。はい。そしたらこちら、ボウルに移します。はい。そしたらそこにちくわ。こちら半でゆかりね。ゆかり。で、ごま油。小さじ1ぐらい。
塩、イカリ自体にね、ある程度塩がついてるので塩をたくさん踏んできてもそんなに大丈夫なんですが、まあ、多少ちょっとね、入れてあげた方が味が締まって美味しくなります。盛り付けていきます。あのシャキシャキとした食感、そしてカブのね、歯ごたえがしっかりあって、そこにこう、練り物のね、ちくわが加わるとね、食感がね、それぞれ3つぐらい楽しめるので、それもそれで結構好きなレシピになっています。はい、こちら完成です。はい、じゃあまずキノコからいきます。椎茸、軸取って薄切りします。軸もね、入れちゃいましょう。半分ぐらいにね、切って、はい、他のキノコはね、手でちぎって入れてください。はい、はい、しめじも手でちぎっておきましょう。はい、そしたら油揚げ、お湯をかけます。こう湯通しします。ほら、油がね、抜きができるので簡単にやりましょう。はい、このようにね、少し置いておいたら、水気を軽くさっと絞ってから切っていきます。はい、そしたらこちら細く切っていきます。めちゃめちゃ細くしてもいいし、ある程度厚み持たせて1センチぐらいにしてもいいし、割と僕はちょっとちっちゃめに切りました。そしたら炊飯器に入れていきます。醤油、みりん、酒、あと先に調味料入れた段階で残りの3合まで入れていきます。3合入れた状態で調味料入れていくとびちゃつくんですよ。なので調味料足してから最後に水足ししてあげた方がいいと思います。はい、そしたらその中に具材入れていきます。キノコ類ね、ババッと入れて、そして油揚げで全体よくなじませて、お米をね、下からぐるぐる混ぜる必要ないです。平らにした方がいいので、それを整えるぐらいで OK。 そしたらこれ炊飯していきます。通常炊飯です。こちらですね、鮭、塩鮭使ってます。でね、普通の生鮭でもいいですが、生鮭の場合は塩振って少し置いてから焼いてってください。汁気取りました。そしたらね、魚焼きグリル、またはまあトースターなどで焼いていってください。焼き加減もね、通常の焼き魚食べるときと一緒で大丈夫だと思います。はい、そしたらキャベツ切っていきます。キャベツはね、食べやすいサイズにザクザクと切っていってください。で、まあ味噌汁なんでね、大きすぎてもちょっと食べるのしんどいので、まあ、ちっちゃめぐらいがいいのかなと思います。はい、続いてかぼちゃです。18ミリぐらいです。まあ1センチいかないぐらいかな。はい、そしたら鍋にごま油、その中に鶏のひき肉加えていきます。はい、そこに塩します。下味ね、必ずつけてください。はい、でこのまま炒めていきますよ。はい、で少し火が入ったところでお酒少量加えます。はい、こうやってね、少しお酒を入れてさっと炒めてあげることで、鶏のね、臭みも揮発するときに一緒に匂いも出てくれます。ひき肉系は僕必ず匂いをマスキングするようなことはしています。しかも今回これ味噌汁にするんで、そこの臭み取れないまま味噌汁作るとちょっとね、食べるのしんどくなっちゃうので、こちらで大丈夫。だし入れていきます。これカツオだしで取ってます。パックでね、煮出したものです。で野菜入れます。はい、そしてそこにみりん少し温めていきます。そしたらですね、味噌溶かしていきます。味噌今回少量です。割とね、味はしっかりついてますんで、鶏肉にね、下味してたり、あとまあ野菜から旨味がね、出てくるの でみりんも入ってるんでね、もうちょっとここ甘さを追加されてる部分もありますんで、これくらいでちょうどいいんじゃないかなと思います。はい、そして最後にちょっとお塩で全体的にパパパパッと味整えて完成です。盛り付けましょう。はい、そして最後七味振ってお好みですが完成です。はい、開けます。完成。おお、いいですね。はい、そして最後にね、香りで醤油回し入れて、そして塩、はい、そして盛り付けます。
で最後にこのごま振って完成。はい、じゃあさつまいも切っていきます。ちょっと上だけ軽く落として皮付きのまま切っていきます。縦に切っていきましょうね。縦にまずね、はい、半分スティック状に切っていきます。そしたらですね、さつまいも水にこうね、さらしておきましょう。ボウルとかに入れて水にさらします。続いてピーマンです。ピーマン、細く切っていきます。大根です。大根ちょっと厚めに皮むきましょう。短冊に切っていきます。はい、そしてそこに塩を振ります。はい、そしたらネギはですね、まあ、3センチぐらいでちょっと大きめにカットしていきます。ナムルなので、小ネギのね、食感も味わえるぐらいの長さに切っていきましょう。はい、600ワットで3分から4分ほど加熱します。今回4分加熱します。はい、そしたらですね、鶏肉の皮を剥いでいきます。もうこのままね、もちろん使ってもいいんですけど、割とね、味がこってポテッとした味付けなので皮なくてもいいのかなと。皮とかね、溜めて冷凍しといてスープにしちゃってもいいし、軽く茹でてね、ポン酢とあえても美味しく食べれます。じゃあこうスティック状にしていきます。身が厚い方だと結構大きいので半分にしてもいいと思います。はい、そしたら全体的に塩コショウを酒していきます。下味はね、割としっかりめにつけてください。うん、お酒なじましておきましょう。こちらでもろもろスタンバイ OK です。そしたらですね、鶏肉に片栗粉をまぶします。焼く直前で OK です。はい、そしてフライパンにごま油、火加減はこちら中火です。はい、では焼いていきましょう。ね、こう広げながら焼いていってください。そしたらね、スティックにある程度こう火が入ってきました。そしたら一回取り出します。はい、取り出しました。はい、そしたらね、ここにさつまいもとピーマン入れていきます。さっと炒め合わせていきます。野菜がしんなりして、さつまいもの水分がさっと飛んだところで鶏に戻し入れます。はい、全体よく合わせる。はい、そしたらここにね、オイスターソース、醤油、酒加えていきます。あとはさっと、はい、炒め合わせて、はい、そして最後塩コショウで味整えて完成。はい、完成。はい、そしたらボウルにですね、調味料加えていきます。醤油、ごま油、にんにく、すりごま、よく混ぜます。はい、そして大根ね、塩振ったんでかなり水出てます。ペーパーでちょっとこうグッと押さえつけて絞るようにしていきます。でね、そしたら加えていきます。で、ネギも一緒に、あとはぐるっとあえて全体をよくなじませていきます。はい、なじんだところでこちら完成です。はい、こちらも完成です。美味しそう。はい、こちらで完成。はい、盛り付けます。美味しそうだね。ちょっと多めに作って作り置きしても OK です。はい、こちらで完成。はい、では副菜から作ります。長芋とベーコンのマヨグリル。はい、長芋のまず皮を剥きます。ツルツル滑りやすいので気をつけながら。
ピーラーでしっかり剥いていきます。5ミリ幅の輪切りにします。ベーコンは1センチ幅に切っていきます。では続いて耐熱容器、こちらに入れていきます。長芋少しずらすように乗せてあげるのがポイントです。でベーコンをバラバラっと散らしていきます。ここに塩コショウでマヨネーズ、こちらでトースターで加熱していきます。それでは主菜です。炒め物作っていきます。まずチンゲン菜ざく切りします。一番下のところだけ落としてだいたい 3,4 センチ幅ぐらいに切っていきます。エリンギは縦を半分に切って縦に4等分に切っていきます。はい、そしてニンニク、ニンニクは半分に切って芽を取ります。芽を取ったらスライスにします。今日は豚こま肉使うのでカットする必要はありません。そして酒を振ります。酒、お塩と胡椒、はい、下準備は OK です。それではフライパンに移りましょう。ではフライパンにごま油、そしてニンニクです。で油からニンニクがはみ出ないようにしっかりと蓋しながら弱火で加熱していきます。これで油から出ると焦げちゃうのでね。はい、ニンニクがふつふつしてきたところで豚肉を加えていきます。肉を広げながら加減は中火にします。このニンニクを弱火でゆっくり炒めることで油にニンニクの香りが移ってそれでお肉を焼くのでより美味しくなります。なのでしっかりね油にニンニクに香りを出すっていうのをやってから豚肉というね順番は守るようにしてください。はい、豚肉の色が変わってきたところでまずチンゲン菜の茎の部分から入れていきます。はい、そしてエリンギ、加減は強めの中火です。少しずつ野菜に火が入ってきたところでチンゲン菜の葉の部分も加えていきます。フライパンを振るのがこう危ないな、フライパン重いよっていう時はこういったヘラなど使ってかき回すようにしてあげると炒め物は手軽にできると思います。まずお醤油、で鶏ガラスープの素、全体に味が均一になるまでさっと混ぜながら炒めていきます。はい、では盛り付けていきましょう。お醤油とガラスープでシンプルな味なんだけどもうね、素材の旨味と食感を生かした仕立てになっているのでとても美味しくご飯が進む一品です。はい、こちらで豚こまチンゲン菜の中華炒めの出来上がりです。はい、では開けていきましょう。あ、このぐらいですね。はい、いい焼き色になっています。はい、では仕上げにちょこっとね、醤油をで、青のり、これね、刻みのりとかちぎったのりでも OK です。もうおつまみにもたまらないね、長芋の食感とベーコンの旨味がとっても美味しい一品です。はい、では副菜の出来上がりです。はい、ではまず野菜を切ります。主菜と副菜合わせて切っていきます。玉ねぎです。すべてスライスしていきます。先に芯外しましょう。私よく外すの忘れちゃうんですよね。手に繊維に沿ってスライスしていきます。
主菜と副菜で別々に使うのでやっぱ半分ずつっていうのが分かるようにしておいてください。そしたら副菜で使うものだけ水にさらしておきます。水でしっかりとさらして辛みを抜いていきます。はい、では続いてニンニクです。ニンニクは芯を取ってみじん切りにしていきます。そしたら続いてさつまいもです。さつまいもは縦に半分に切ってさらに半分に切っていちょう切りにしていきます。だいたい5ミリ幅ぐらいに切っていきます。はい、そしてかぼちゃです。今日はこのカット済みを買ってるんだね。こちらをだいたい3分の1ぐらいの大きさに切っていきます。はい、野菜の方 OK です。それではかぼちゃとさつまいもをレンジ加熱していきます。はい、では耐熱容器にさつまいも、そしてかぼちゃ、このままレンチンしてしまうと結構火通りがまばらになってしまうので、一回ね水にくぐらしてあげるとね、しっとりと仕上がりやすいです。水切りしました。はい、こんな感じでね、ちょっと湿っているような状態。はい、こちらでレンジ加熱していきます。ふんわりとラップをかけて加熱します。レンジに入れてさつまいもとかぼちゃが柔らかくなるまで加熱していきます。加熱時間は調整していってください。はい、では続いて鶏もも肉です。もも肉は一口大に切っていきます。皮を下にしておくと力が入れやすいので、こういったものを切るときは皮を下にしておくのがいいですよ。そして下味です。お酒、お塩、で胡椒です。はい、それではフライパンに移ります。はい、ではフライパンにオリーブオイル、そしてニンニクです。ゆっくりと香りを移していきます。はい、ニンニクがふつふつしてきたところで全体に油を行き渡らせてから鶏肉を焼いていきます。火加減中火にします。鶏肉は皮を、ね、下にして焼きます。この時ニンニクが焦げないようにちょっと気にかけながら少し、ね、ずらしてあげたりして様子を見ながら焼いていきましょう。焦げるとね、その後煮ていく時にその焦げが全て味の中に入ってきてしまうので、焦がさないようにだけは気をつけていってください。鶏肉の片面に火が通ったら裏返していきます。ここで玉ねぎを加えていきます。玉ねぎが透き通ってくるまで鶏肉と一緒にこう炒めていきます。そうしましたらここでトマト缶、今日はホール缶を使います。煮物とかにはね、ホール缶がおすすめです。はい、では、まるっと一気に入れていきます。木べらなどを使ってこう潰しながら入れていきます。で、ここにコンソメ、ローリエ。で、このまま弱火で煮ていきます。だいたい3、4分ぐらい煮ます。では、レンジ加熱したかぼちゃとさつまいもです。大体ね、600ワットで8分ぐらい加熱しました。はい、では潰していきます。そしたらね、先ほど切った玉ねぎ、はい、こちらを水気を取って加えていきます。ペーパーなどにね、こう挟んで水気を取るのが一番確実にしっかり取れる方法なので、ざるで切るだけよりもちゃんとね、こうやって重ねてあげるのがいいですよ。はい、ではサラダに混ぜていきます。玉ねぎの量はお好みで加減してください。はい、では混ぜていきます。で、この玉ねぎはね、かぼちゃとさつまいもで余熱でね、少ししんなりしていくので
合わせてちょっと置いておきます。そしてここに下味をつけます。お塩。で、胡椒です。で、このまま粗熱が取れるまで置いておきます。はい、では主菜を仕上げていきます。ミックスビーンズをのどっと入れます。で、塩コショウで味を整えていきます。お肉にもね、塩コショウをしているのでね、味見しながら調整していってください。このまま 1,2 分ほど温めて、最後にチーズを加えて仕上げます。はい、では主菜仕上げていきます。最後にとろけるチーズをプラスします。このままでもね、美味しいんですけれども、ちょっとチーズ入れるとコクが増してとろみがね、アップして、よいしょ、お子さんも好きな味に仕上がるんじゃないかなと思います。ちょっとちぎりながらね、入れていきます。お好みでオレガノを入れても香りよく大人味に仕上がると思うので、スパイスやね、ハーブはお好みでプラスしていってもいいかなと思います。はい、チーズを入れて少し、ね、全体に絡めてあげて、溶けたチーズがね、ちょっと中に絡まっているような状態まで少しね、少しだけ混ぜてあげましょう。はい、では盛り付けます。はい、こちらでトマト缶で簡単チキンミンズの出来上がりです。では副菜です。ちょっとね、甘みにスパイシーなカレー粉を合わせていきます。小さじ1/2、そしてマヨネーズ、カレー粉とね、マヨネーズは相性がいいのでね、こちらを大さじ1/2加えていきます。味が全体に均一になるまでしっかり混ぜていきます。ここにお好みでレーズンを入れても美味しいと思います。はい、では盛り付けていきましょう。さつまいもとね、かぼちゃの甘みの違いに、このスパイシーなカレー粉がね、本当に美味しい組み合わせです。ということで、さつまいもとかぼちゃのカレーマヨサラダの出来上がりです。いかがでしたでしょうか。皆さんのこんな手作りにね、ぜひ参考になれば嬉しいです。それじゃあまたね、バイバイ。